ずっと待ってたんだよ。5分しか待ってないけどな。じゃあみんな揃ったみたいだから本題に入りましょう。さっき請求列車宛てに宴の星からの招待状が届いたの。待って、この漢字すっごく身に覚えがあるんだけど。いくら宴の星だからって毎日セレモニーをやってるわけじゃないでしょう。そんなに構えなくてもいい。今回受け取ったのはピノコニーの折り紙大学という教育機関からの一般的な招待状だ。大学は太陽の時で開拓に関するセミナーを主催する予定で、そこへ列車をゲストとして招きたいそうなの。セミナーって大きなホールに座って何百ページものスライドを見ながら何システム時間も議論し続けるってやつ？安心して、そういうつまらないイベントは大人に任せてくれていいわ。セミナーには私とベルトが出席するから、あんたたち3人はもし興味があるなら聴講生として入学するのもいいかもしれないわね。ちょうど入学前の時期だから彩りの夢学園祭の準備をしているところだ。この学園祭は新入生への入学祝いでもあるが、同時に在校生にとっても年に一度の大きなお祭りでもある。若者同士新入生と一緒に入学して学内を回ったり学生生活を体験したりするといいだろう。勉強もするんだ。だとしても最高。元気な美少女が学園で青春を謳歌するなんて、うちにぴったりなシナリオじゃん。折り紙大学は宇宙に名を馳せるトップクラスの芸術教育機関だと聞いている。俺もぜひ見学させてもらいたい。なんかあんたすごく現実的だね。がっかりさせてしまうかもしれないが、折り紙大学は聴講生に卒業証書を発行していないんだ。だが君たちはきっと証書よりももっと価値のあるものを手に入れるだろう。みんなやる気満々のようね。それじゃあ私から折り紙大学に入学の書類を出しておくから、準備ができたら出発しましょう。楽しんできてちょうだい。選択制の講義に部活、それに学内のパーティー、うちが全部体験してやる。もちろん今からうちらは同級生なんだから。よーし、肩の力を抜いて学生生活を楽しんじゃおう。これからは同級生としてよろしくね。学校か、なんだか懐かしいな。そういえばベルトは故郷で教師をしていたのよね。何か面白いエピソードでも思い出したのかしら。それならたくさんあるからな。書類を準備しながら聞かせるとしようか。折り紙大学はピノコニーで最高峰の教育機関で、厳しい入学審査と高額な学費を前に大多数の人間は受験することすら諦めてしまう。そこに入学できるのは名高い豪商の家の者か添付の才がある者だけだ。だから学内の雰囲気も非常にピノコニーらしいと聞いている。とても興味深いな。何の音だ？
花あんたってば、跳躍すると毎回寝ちゃうよね。いくら起こしても全然起きないし。変な音？うちはめっちゃ優しく起こしてただけなんだけど。無駄話はそこまでにして、さっさとチェックインするぞ。姫子と幼児ちゃんは付き合いにも参加しなきゃいけないし、大人って本当に大変だね。株主の皆様、ホテルレバリーへようこそ。あ、忘れるとこだった。今じゃうちらピノコニーの株主なんだっけ。皆様がピノコニーにお戻りになると聞きまして、ホテルの方ではいつでもチェックインできるようあらかじめプラチナルームを6部屋確保してあります。6部屋？はい、皆様の他に姫子様、ベルト様、そして3日前にチェックインされたパム様、計6名様のお部屋ですね。パムって何を言ってるの？わかった、ファミリーの歓待に感謝する。とりあえず俺たち3人のチェックインを頼む。かしこまりました。こちらで皆様の無強パスポートをアクティベートいたしましたので、ピノコニーで再び楽しいひとときをお過ごしください。再びって、前回はそんな楽しいものじゃなかったし。さっきは途中で話を遮って悪かった。ねえタンコ、あんたなんか知ってるの？パムもチェックインしてるってフロントの人が言ってたけど、どういうこと？俺の推測が正しければ、そのなりすましの宿泊客はおそらくブートヒルだ。そうだ、前回ピノコニーで一緒に行動していた時も彼はパムの名を借りていた。彼以外に思い当たる人物はいない。ブートヒルは何しに来てるの？わからない。巡回レンジャーは常に一匹狼で行動しているが、彼は列車に危害を及ぼすようなことはしないはずだ。そのパムが3日前にチェックインしているということは、今夢の中に入れば彼に会えるかもしれない。その時に詳しい話を聞こう。それならすぐ出発しよう。あ、そういえば折り紙大学は太陽の時にあるんだけど、ホテル側が最初に夢に入った時の場所をキャンパスの近くにしてくれてるんだって。じゃあ後で学校の正門前に集合ね。前回と同じ部屋だ。夢に入る準備をしよう。早くして、大株主たちはもうロビーについているみたいだから。分かってるって、あいつは確かにこの方向に逃げたはず。なんでどこにも見当たらないんだ。し、誰かが入ってきた。誰？西南とか社？
車のこと？セールストークならお断りよ。どうせ私の給料じゃ車は買えないし。まあ、あんたが誰だか知らないけど、ハウンド家は今ここで事件の捜査をしているの。悪いけど他の道を通ってちょうだい。おい、灰色の髪に黄色の瞳、服によくわからないヒラヒラがついてる。こいつが例の大株主じゃないか。アンデスって、ああテウムよ、もう少し早く言ってくれれば。そちらのビップのお客様、先ほどは少々声が大きかったようで、何とぞご容赦を。私たちハウンドは定期巡回をしていただけなんです。客室の設備は全て正常ですので、安心してお過ごしください。でも犯人が。あんた、ああそうそう、堪忍堪忍してくださいな、なんて。少々お邪魔してしまいましたが、これもお客様の安全を保証するためなんです。すぐ退散しますので、ごゆっくりおくつろぎください。あの、夢の中ではくれぐれも安全に注意してください。もういいからさっさとついてきて。何だったんだろう。夢に入る前にもう少し部屋の中を確認してみよう。宝箱が開かない。なんだか変な感じがする。でもナノとタンコをあんまり待たせるわけにもいかないし、とりあえず夢に入ろう。宴の星、やはり抜かりがないな。いた仕方ない、ベッドを借りるか。ごめん。呼吸に集中して楽園を想像して、楽園を想像。楽園、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 楽園。何か変なものを見たような。ここが折り紙大学？学校っぽくはないけど、どこかで見たような形だ。それにあれはなんだ？
バナナナナナバナナバナナ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 。天に増します大嵐の神よ、なんたるおぞましき危機一髪の状況だろうか。この牛蜜アワーより威風堂々たるこの摩天楼は壮絶な狩りの始まりへと変化する。ヨウヨウヨウ、星の下悪の住みか、無力なものがもがく今、涙の芸術文字なき忍法、夜の帳に溶け込む人魚、乱戦の中で悪党制裁、夜明けの前に花火満開。 Yo Yo リョラ人魚 AKA ランハー、ここ参上。開いたなんという狡猾な罠、ここには邪水だけではなく暗鬼も飛び交っているというのか。どうも、両乱人魚 AKA 乱波です。バナバナ邪水どもめ、さっさと去るがいい。さもないと両乱人法の恐ろしさを味わうことになるぞ。バナ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 、そんなバカな。邪水どもと言葉が通じないだと。まただ、この変な感覚。気をつけろ、これも邪水どもの妖術だ。今助けてやる、歯を食いしばれ。両乱カルテ正気弾幕ハンドソード。すまない、これは魂へと直撃する両乱空手だ。できる限り力は制御したが、お主を起こすためだ。多少の痛みは仕方がない。バナナバナバナ、陰謀が暴かれ馬脚を表したな。こいつらは悪縁フェローを呼び寄せている。拙者の後ろに隠れていろ。本当に同じ、はっ、落ち着いて。ないよ、最悪の力。みなそこで深淵を迎えよ。立ちなさい。いずれ風に吹き落とされる。
根は戻る。落ち着いて。さようなら。戦に敗れて逃げ散ったか。どうやらあの邪水どもはただ者ではないようだ。ここは一旦引こう。忍者は聞かれたら必ず答える。どうも初めまして、 AKA ランハです。立たねばならぬ時に立たねば、その乱は降りかかることになる。銀河忍法帳にもそう書いてある。 まだ邪水がうろついているな。早くここを去ろう。歌う猿にラップする忍者、これは夢。これに触れれば安全な場所へ戻れるぞ。やはり夢の地ピノコニーには底知れぬ趣があるものだな。それにここで出会ったのも何かの縁。別れる前にお主の名を聞かせてほしい。なんと響きのいい名前だ。どうもバット忍者さん。聞いてくれバット忍者さん、拙者からの忠告だ。安全のためお主と仲間は早くこの夢の地から離れた方がいい。あれらの邪水が現れたのは、すなわち大いなる災いの兆し、我ら任侠の宿敵がこの地を狙っているという証なのだ。その敵の名は無常無類にして無慈悲なお猿忍者さん。別れの時だな。さらばだ。また会おう。ここが出口みたいだ。早く行こう。昔々ある遠い世界に繁栄した都があったという。この都では代々一人の任侠が主となり統治してきた。世の人々はそこを忍びの都と呼んだ。任侠の庇護のもと、そこに住まう人々は皆平穏な暮らしを楽しみながら家業に励み、都全体が活気にあふれていた。忍びの都では下水道にさえも幸福の気配が満ちていたのだ。しかしお猿忍者という名の悪党が任侠を殺害、城主の座を簒奪し、それまでの幸福な暮らしは水泡のように消えていった。入って間もない娘よ、お主の決意を認めよう。今日からお主は両蘭忍法を継ぐものじゃ。はっ、ありがたき幸せ、心より感謝するマスターアクちゃん。見よ、
この陰に覆われた町、罪にまみれた土地、やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、全ての希望を飲み込み、渦巻く血類の大波、無常で無常、無類で無類、お猿忍者の聖者、邪術の産物、百姓は絶望、野放し邪水に苦しめられし世界、それらは天下の怒りに至り、お主が任侠の意志を継ぎ、忍者の罪を清算してくれ、忍びの都の長き夜に終止符を打つのじゃ。お主の手で取り戻せ、百姓たちの平和な暮らしを。さすがはマスター・クチャ、なんと流暢な忍びマントラだろうか。ふむ、拙者は修行に励み、いつか必ず両蘭忍侠になってみせよう。お主のその覚悟に感服するぞ。だが、お主には忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。では、拙者は何と名乗れば。それはわしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示すもの。お主だけの忍号なのじゃ。だからこそ、お主自身で決めなければならない。なんだかよくわからない夢だった。今度こそちゃんと折り紙大学に来られたよな。おーい、こっちこっち。なんで遅くなったの？もしかしてまた誰かとエディオンパークで遊んでた？猿？忍者？実際にピノコニーで起こったというよりも夢の泡の話に近いようだ。もしかしてあんたが言ってる猿ってあの子たちのこと？やっぱりバナーネモンキーのことだったんだね。教えてあげる。あの子たちは今折り紙大学で一番の人気キャラクター、バナーネモンキーだよ。クロックボーイよりも流行ってるんだって。バナーネモンキーは怠けるのとバナナを食べるのが大好きで、バナーネの時でのんびり暮らしてるんだよ。それも時計屋が作ったアニメキャラクターなのか。いやいや、バナーネモンキーは最近現れたミー、なんだっけ、あ、ミームだよ。出どころはわかんないけど、一瞬にしてブームになったんだって。ファンが自分たちにしか理解できないバナ語をまとめてたり、スタンプとか二次創作とかもたくさん作ったりしてるんだよ。二次創作で一番バズったのがバナーネの歌かな。バナナナナナバナナバナナ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 。あれ、聞いたことあるの？あんたも流行りをよく分かってんじゃん。そんな情報どこから仕入れてきたんだ？もちろん在校生グループチャットからだよ。入学する前にグループに入ってコネクションを作っておくのは常識でしょ。ちょっとくらい努力しないと入学してから友達できないよ。はい、二人もグループに入れておくからね。そろそろ時間だ。入学手続きをしに行くぞ。行こう行こう。
荒色のキャンパスライフがうちらを待ってるよ。そういえば、どうしてファミリーは夢の中に学校を作ったのかな。わざわざ宴の星に来てまで学校に行く人なんている？折り紙大学が創立されたのは夢開き時代だと言われている。創立者は当時のカタルス家の当主グラークスで、当初はドリームメーカーのトレーニング施設だったそうだ。後にアイリス家とルーサン家の管理陣に加わり、学部はドリームメイク、ハーモニー、ベルスの3つに分かれ、宇宙に名を馳せる芸術教育機関となった。折り紙大学の校訓は鮮やかな夢、自由な理想というものだが、目の前の光景がそれを体現しているのかもしれない。学園祭の開会式まで少し時間がある。先にキャンパスを見学しよう。ごめんなさいね。私は新入生担当のバナシスタント416と申します。バナシス、もしかしてアシスタントのことなのかな。これはバナ語です。最近学生さんたちはバナーレモンキーに夢中ですから、私たち教職員もそれを取り入れてスタイルを変えているのです。バナ、なぜスイートドリーム劇団が教職員をしているんだ。学園祭の期間中、ほとんどの教師がセミナーに出ているので人手が足りません。そこで学長先生から依頼を受けたスイートドリーム劇団が穴埋めに駆けつけたというわけですバナ。ですがご安心を、バナ氏たちにはベテラン教師の記憶が搭載されてますから、バナ育の質は保証できます。それよりも今は勉学ではなく彩りの夢学園祭を思いっきり楽しんだ方がいいですよバナ。もちろんちゃんと勉強しようだなんて思ってないよ。そんなに堂々としなくていい。大丈夫ですよ、折り紙大学は自由な学風ですから。ここで青春を思いっきり謳歌してくださいね。バナーネモンキーのバナファンですか。え、バナファンだなんて。うちは最近バナーネモンキーにハマったばっかりだからまだまだだよ。隣にいるのっておもちゃなの。これクリエイターズフェアで買ったんですけど、すっごくリアルだと思いません。このモデルは特に人気みたいで、わざわざ買いに行っても手に入らないことがあるんだって店主さんが言ってました。バナバナバナ、本当に可愛い。なんだかうちも欲しくなってきちゃった。時間があったら見に行ってみたいな。そこの学生さんたち、ちょっと待って。あれ、うちら呼ばれてる。あんたは。遠くからあなたたちのことが見えたの。カメラを持ってるピンク系美少女、あなたがナノカメラさんね。なーに、文句あるの。はじめまして、在校生グループチャットにいるバナちゃん、タンオシよ。モンタナって呼んでくれていいからね。
炭鉱だ。よろしく頼む。そんな通りな、いつつけたの？待って、あなたのこと知ってるわ。スターオブザフェスティバルの人でしょ。ビッグスターじゃない。こんな大物と同じ学校だなんて。かけてもいい。学部分けの時、あなたはきっとハーモニー学部に入ることになるわ。学部分け？即元試験のことだ。入学式の時、ファミリーのメンバーが調律を通して学生の潜在能力を分析し、適した学部に振り分けることになっている。心配しなくていい。あれはいわゆる一般的な試験とは違う。それってファミリーが学生の専攻を決めるってこと？あんまり調和らしくないね。結果に不満があったらいつでも学部の変更申請ができるから大丈夫よ。ただほとんどの人はそうしないけどね。夢の中だってストレスはたまるもの。それにピノコニーが上場してから無教に入るための審査も緩くなったし、より一層競争が激しくなってるのよね。だからむしろファミリーが適性のある学部を教えてくれるのは願ったり叶ったりというか。そう聞くと現実って厳しいね。まあまあそんなことは置いといて、あなたたちはこれから学長先生の講演を聞きに行くの？私友達とクリエイターズフェアに行こうかなって思ってたから、お先に失礼するわね。まあどうせ出席を取るわけじゃないし、サボっても問題ないわ。また後でもな。先生もそうだけど学生さんも個性的な人が多いよね。もうずっと前から一緒にいるじゃん。ほら、もうすぐ学園祭の開会式が始まるよ。学長先生に会いに行こう。見て、学長先生よ。そんなことあるの？学長先生が。皆さん、はじめまして。いや、はじめましばなと言うべきか。どういうこと？ドッキリだったりする？なんだよ、バナーネモンキーじゃん。私はプリモン教授だ。無論流行りの呼び方バナフェッサーと呼んでもらっても構わないぞ。びっくりしただろう。心配しなくても、私はアホでも狂人でもない。諸君にこの姿を見せているのは、新入生たちに折り紙大学の学風を知ってもらいたいからだ。鮮やかな夢、自由な理想。ああ、なんと美しい響きだろう。だが、それも今では身が伴わないスローガンになり下がっていると聞く。諸君は学業の重圧で頭は垂れ、星空に夢を描く暇すらないというではないか。スケジュールに講義が詰め込まれていて、寝る時以外は毎日勉強ばかり。卒論は全然書けないし、卒論発表会の準備は大変すぎるし。いいか、これは間違っている。夢の地の若者がこんなあり方でいいはずがない。そこで今日、バナフェッサーから諸君にいい知らせがあるぞ。教育研究スタッフ全員が議論した結果、今学期すべての講義と試験を取り消すことに合意した。学園祭に参加するだけで単位が取れるのだ。
もちろんだ。耳を疑う必要はないぞ、ワコードたちよ。自由、これこそ折り紙大学が諸君に学んでほしいものなのだから。学業と生活の悩みを忘れて自分の個性を存分に発揮してほしい。諸君が情熱を持っている物事をキャンパスの隅々まで届けよう。例えばこのバナーネモンキーとかな。彩りの夢学園祭へようこそ。鮮やかな夢、自由な理想。学風は噂よりも開放的なもののようだ。確かにその方がキノコニーの雰囲気に合うかもしれない。次は測限試験だね。教養教室へ向かうぞ。そこが試験の控え室だ。演者たち、静かに。ショウ君、静かに席についてくれ。録画録音は控えるように。 Are you ready? 映画が間もなく上映される。演者のショウ君、はじめまして。私は今回の試験の監督、ミスター・レックと呼んでくれると嬉しい。映画撮影でよく使う名前だ。ミスター・レック、話し方に気をつけてください。ここは撮影現場ではなく、教室なんですよ。NG。ファミリーの演者。私がいる場所はすべて撮影現場だ。セリフを間違わないでくれ。私は今客員教授を演じている。諸君はその学生だ。シチュエーションに合った演技をしてもらおう。この人どこかで見覚えが。あ、そうそう、ブルーの時で肖像画を見たことがあるかも。確かすごい映画監督なんだっけ。ミスター・レック、ダークスターの殺人、ある星雲の凋落、あの有名なミルワットの夜も彼の作品だ。あれ、炭鉱はドキュメンタリーしか見ないって思ってたのに。彼の作品は全て事実に基づいている。だから非常に参考価値があるんだ。どれ、台本には試験官の監督のもと、ファミリーが学生に対し調律を行い、その魂の旋律から才能を探ると書かれている。実にくだらない。取り方を変えよう。ファミリーの演者、君はもう退場して結構だ。なんですって。調律は測限試験で最も重要な部分なのですよ。は？ミス・スチナ、
君は教職に就いている13年4ヶ月の間、7年連続で学術上における不正行為に及んでいた。どうやら怠惰が君の芸術の素養を使えないフィルムの山にしてしまったようだな。学術上における不正行為？何のことでしょうか？今から撮るシーンは学生たちの未来を決めるものだ。にもかかわらず、気学はこの大事なシーンにこんなくだらない撮影プランを採用している。これだから、アイリス家は何百年もの間いい作品をただの一つも世に出せていないんだ。いい加減にしてちょうだい。学長代理に免じてあなたに試験官をやらせてあげているというのに、なんてふてぶてしい態度。校則によると。校則によると？よく考えてみろ。校則では何と言っている？校則にははっきりと、試験場では試験官がルールだと書かれています。ですから。あら、あなたが試験官？どういうことです？そうだ、やっと思い出してくれたのか。私の現場では監督こそがルール。そう。あれ、若き演者諸君、制作側とも合意したのだが、今回の試験はオーディションへ変更することとなった。準備はいいか？私が必ず諸君に一番合う配役を見つけてあげよう。あのミスターレックって人、あっさりとファミリーの人を説得しちゃった。あのファミリーの反応が少し気になる。急に考えを変えたようにも見えた。もしかして大監督のオーラに圧倒されちゃったとか？そこの灰色の髪の君、君の番ですよ。早く試験会場に向かってください。あんたの番みたい。早く行ってきて。もし早く終わったら面接がどうだったかうちらに教えてよ。やあ、オーディションへようこそ。これから行うのはいくつかの質問に答えてもらうだけの簡単なオーディションだ。だがもちろん君の答えだけでなく、カメラの前での一挙手一投足も全て判断材料とさせてもらう。君がピノコニーのスター・オブ・ザ・フェスティバルであることは承知の上だ。だから今回もそれにふさわしい実力を発揮してくれることを期待している。シーン1、カット1、アクション。少し違うな。カット。助監督、ショットサイズを変えてくれ。 OK、 これでいこう。
晴らしい。君はまさに生まれながらの演者だ。人を見る力は監督としての基本なんだ。演者の一挙手一投足は全てその個性を表しているからな。例えば今の君のセリフは好奇心の表れ。それは未知への探求の原動力となる。では最初の質問だ。君の肩書きを教えてくれ。試験官に向かって冗談を言うのか。君は表現欲が強いのだな。 OK、 では次の質問だ。君が一番誇りに思っている長所は何だ。体力があるということだな。どんな撮影班でも働き者の新人は大歓迎だ。では三つ目の質問だ。これは彼女が代わりに聞いてくれる。この子は助監督。頼れる相棒、カメラマン、スクリプター、編集者。どんな役目でも果たしてくれる上に演者を見る目も私より優れている。聞いたか。彼女の質問はなかなか鋭い。さあ答えを言ってみてくれ。おや、彼女を笑わせるとは実にユーモラスな演者だな。さて次が最後の質問だ。七死人、君の記憶は知恵の宇宙ステーションから始まり、そこで出会った者たちに導かれ開拓の列車に乗車。旅の途中では孫悟の意志、遵守の決意、そして調和と秩序の論争を見届けた。たくさんの撮影現場を回り、さまざまな物語を鑑賞してきた今の君には、自分のためのテーマ、あるいは夢を見つけることができたのか。オーディションの前に監督が演者の履歴を熟知するのは当然のことだからな。そうか、それは素晴らしい。明確な目標があればきっと興行収入も保証されるだろうからな。カット。君の試験はこれで終了だ。結果を確認するとしよう。ほとんどの回答がユーモアにあふれ、カメラに注目されているスターのようだな。それにセレモニーオーディションを勝ち抜いた経験も加え考慮した結果、君に最も適しているのはハーモニー学部だ。どうだ、満足のいく結果だったか。それはよかった。監督からの助言を聞き入れてくれることを光栄に思うぞ。オーディション終了。君は今からハーモニー学部の学生だ。学生証をしっかり受け取ってくれ。感じるか、この学内に潜むドラマがうごめいているのを。今君のためのストーリーが始まろうとしているのだ。主人公として私や他の観客たちを失望させないでくれ。主人公？ドラマ？あのミスター・レックって人何を言ってるんだ。俺の試験は終わったし、ナノと炭鉱が終わるのを待ってよ。レックが言うには
うちにぴったりなのはハーモニー学部じゃなくてドリームメイク学部なんだって。うちには演技の才能があるって思ってたのに、ドリームボーダーでコンクリート打ちだなんて。結局了承したのか。もちろん。はあ、OK したよ。ドリームメイク学部でドラマチックな未来があるって真面目な顔で言うもんだから、そんなの気になるに決まってるじゃん。それにどうせ損することはないんだし、試してみようかなって。あんたたちはどこの学部になったの？はあ、さすがはピノコニーのスターオブザフェスティバルだね。羨ましいよ。俺はハーモニー学部だ。そうなんだ、炭鉱もスターになる夢があったんだね。ミスターレックが繰り返し進めてきたんだ。それに彼自身もハーモニー学部の客員教授だったから断りにくかった。はいはい、わかったよ。どうせあんたのスター性が大監督をも虜にしたんでしょ。もう自慢しないで。とにかくこれで入学の手続きは全部済んだよね。次は学園祭、モンタナが言ってたクリエイターズフェアから回ろう。そういえばさっき面接の時、ミスターレックにベロブルグのことを聞かれたんだけど、どうしてあの人がそんなことまで知ってたのかな。俺も青春同盟の話をされた。おそらく姫子さんが提出した書類で読んだのだろう。でもうちが合成マシンを壊した話までわざわざ書類に書かなくても。Thank you.